ときめきメモリアルガールズサイド2テルク一ゼルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回はテル君とお別れしてしまったところですね。で、バレンタインでね、じいさんのいい話を聞いて、もうあとは残すところエンディングを迎えるのみといったところですね。で、エンディングちょっとね、どこからそうするかっていうのちょっとまだ今考え中なんですけど、一応エンディングはね、まあ、DS 版だと、エンディングの歌の方とかがね、ちょっとカットされちゃっているみたいなので、エンディングは、PS2 の方から持ってくるために、実は、これを撮ってる時はですね、すでにエンディングを私 PS2 の方で見た後です。なんでもうね、めっちゃ、なんか今もう、余韻がすごいんですけど。ね、そんな中もう一回ねエンディングをちょっとこっちの DS の方でもね見たいと思います。で何しようか、勉強ね、そう一流れ台にね無事に行けそうなんで、よかったよかった。あ、もう下校も最後だね、千代美とね。千代美ちゃん、これから帰るところですか？うん、ねえ一緒に帰らない？そうですね、入りましょうか。うん、帰ろう。今週はバッチリ頑張ったよね。そういえばね、テレ君がいなくなったからクリス君が出てきてちょっとびっくりしました。あ、タツコ、私のことを嫌ってるタツコ。あれ、もう卒業か、悲しいね。そうか。さあ今日はいよいよ受験日。私の進路は大学受験。どこの大学を受けるんだっけ。てるくんと一緒の一流れ大に行くのよ。このために頑張ってきたんだから。一流れ大学、やっぱりトップを狙わなきゃね。いよいよ試験、全力で頑張ろう。最後だね。高校生活も今日が最後。私も明日で卒業なんだ。最後に旅立つ皆さんに花向けの言葉を送ります。顔を上げ胸を張って進みなさい。自分の回路を切り開くのです。穏やかな日もあれば荒れた波地を進むこともあるでしょう。でも恐れてはいけない。一歩を踏み出す力はもう身についているはずです。本校で培ったことは君たちの人生の灯台となり、進むべき道を示してくれるでしょう。皆さん、いよいよ出航です。夢を抱き、漕ぎ出そう大海原へ。もうここに来て授業を受けることもないんだね。楽しかったな、廊下でのおしゃべり。この下駄箱を使うのも
今日で最後。3年って振り返ってみると本当にあっという間。ありがとう姉ヶ崎学園、私ここに来てよかった。東大の伝説、再び出会えると信じた二人、信じたら私もあの人に出会える。あ、扉が開いてる。ひょっとして、うん、入ってみよう。あれ、あそこにかかってる絵は、かわいそうな人魚と若者のお話。じゃあこの灯台は、やっぱりそうだったんだ。綺麗な夕日、潮風の匂いも海の色もあの時と同じ。どうして泣いてるの？どうして黙ってるの？ねえ、君は人魚なの？人魚？ちゃんと口が聞けるね。どうしたの？お父さんもお母さんも見つからないの。こうして渚で出会った若者と美しい娘は恋に落ちました。娘は口が聞けませんでしたが、若者は気にしませんでした。娘の穏やかな海のような瞳は、言葉よりもたくさんのことを語っているようでした。どうして口が聞けないの？娘は人魚だから、人間の姿の時は声が出ないんだ。ほら、先を話しちゃダメじゃないか。ごめんなさい。心ない村人にそのことを暴かれてしまった人魚の娘は、海に帰らなければなりませんでした。二人は、さよならの代わりに口づけを交わしました。この海で、いつかまた、会えることを信じて。それからというもの、若者は来る日も来る日も海を眺めて過ごしました。そしてとうとう決心して、月夜に船を漕ぎ出しました。若者が帰ることは二度とありませんでした。二人を哀れに思った村人たちは、灯台に火を灯しました。暗い夜も二人を照らしてくれるように。二人はまた会えたんだよね。それはわからないんだよ。そんなのかわいそう。だってそういうお話なんだ。でも、僕ならきっと見つけるよ。本当？うん。だから、顔を上げて。口づけだよ。この海で、また会えるように。懐かしいな。テル君、今頃どうしてるかな。ちゃんと卒業しなきゃ。テル君はもういないんだから。でも会いたいよ。しおり、遅いんだよお前は。テル君、さっき
飛行機で着いたんだ。学校に行ったら、もう卒業式終わっててさ。テル君。走り回って、学校中の奴にお前のこと聞いたんだけど、見つからなくてさ。どうしてここに？お前がいるから、きっと見つけるって、約束したから。テル君。許してほしい。俺がバカだったんだ。せっかく見つけた人魚の手を離すなんて。覚えていてくれたんだ。忘れるもんか。お前と離れていてもずっと俺会いたくて会いたくてどうにかなりそうなくらい、やっと分かったんだ。ちっぽけなプライドなんて捨てればいいって。格好悪くたって、情けなくたってしょうがない。だって俺は、こんなにお前でいっぱいだから。もう迷いようがない。それが、本当の俺なんだから。テル君。なあ、俺は、どうしようもないくらいガキで、無力で、間違ってばかりで。それなのに、お前はいつもバラバラになりそうな俺を必死で捕まえてくれてたのに。離れてみるまで大切さに気づかない丸気な俺を。だから、俺は、俺がするべきことは、お前の手を取って、見つめて、心から気持ちを伝えることなんだ。誓うよ。もう二度と話さない。だから、このままずっと、ずっと、俺のそばにいてほしい。私も、もう、デル君と離れたくない。ああ。話さないよ。うん。ずっと一緒だ。うん。なあ、お前に預かってもらいたいものがあるんだ。私に？そう。手出せよ。鍵？ああ。サンゴ礁の鍵。いいの？私が持ってて。お前に持っていてほしいんだ。またいつか、サンゴ礁を開けるようになるまで。よかった。諦めてなかったんだね、サンゴ礁のこと。諦めるもんか。時間はかかるかもしれないけど。バイトしてたって、大学に行ったって、やれることはきっとある。できることから始めればいいんだ。そして、いつかその日が来たら、その鍵で、一緒に店を開けよう。だから、なくすなよ。うん、大切にする。なあ、俺ずっと考えてた。何？一年の時さ、学校の帰りに、坂道で。ほら。うん。あのキスがなかったら、俺たち、出会ったまま気がつかないでいたのかな。そうかもしれないね。運命の神様かなんかがさ、二人にイライラして、無理やりくっつけたのかもな。そうかも。偶然のような気もするし、全部初めから決まっていたような気もする。本当。どっちなんだろう。もう一度キスしてみればわかるかもしれない。うん。確かめよう。これから二人で愛してる。
はい、ということで、無事に、てるくんと、告白エンド2を迎えることができました。いやー、よかったね。よかったね、だよ。いやー、なんか、ねえ、もう、なんて不器用な、なんて不器用な人なんだろうね。ねえ、なんか、ねえ、不器用で愛おしいね。そんな感じでしたね。幼い頃、一度だけ出会い、そして再会を誓ってくれたテル君。彼と交わしたキスの魔法に引き寄せられるように、私たちは再会した。約束のこの海で。卒業後、てるくんと私は一緒に市流大学に進学。てるくんは今、経営の勉強と資格を取ることにはまってる。前と違って勉強することを楽しんでるみたい。それを言ったら、そういうことは分かってても口にするなって、チョップが飛んできて。でも、全然痛くなかったし、照れた顔が見られたから、よしとしとこうかな。同じ大学に通い、時間を共有することで、二人の絆はもっと強くなったような気がする。続きのなかった人魚と若者の悲しい物語。これからは、ハッピーエンドの物語として、東大の伝説になるかもしれない。今日、この瞬間から。いやー、もうめっちゃ良かった。なんか いや、なんか、ちゃんとこうやってね、なんか、自分でこうプレイすると、なんなんでこてんなことに、ない、ね、いつもてるくんのが人気があるようかっていうに、のがすごいよくわかりました。幸せを本気で好き感だわ。ちじょっと歌始まっちゃったけど この じゃ状あ況もあるよ次に、は、しばくんですかね。しばくんの一途仲ル間ートはで、またお会いしましいつょう。もご視聴いただきまして、ありがとうござい昔ましのた。特別なこと何一つだってあったというわけじゃないけれど、運命みたいなものを感じたことはあったよね。曇った窓ガラスの外はもう冬が、そしていつの間にか春が訪れる。こんなにも愛してるから、あなたといればいつだって驚くくらいに優しくなれるような自分がいる。だったから、ある程度力も抜けたし、認めることもできたよね。夏には海を思い、秋は空眺め、高いだから、巡り会えてよかった。こんなにも愛してるから、あ
けがえない思いへと変わってゆく、そんな瞬間。自分がいい。